今回は公式が病気、面白すぎる公式画像に対する読者の反応集を紹介します。面白グッズ面白コラボ作画崩壊なんでも、笑える公式の画像が欲しい。最初の画像が強すぎるのやめろ。エロスライム直球をダッチ本人が描いてるのが本当にひどい。これ何度見てもひどすぎると思う。三次の差の字も含まれてないの笑う。ゴーレムあたりはマジでモンスターズあたりに出てきそうで草。モコモコルームソックス。これ見るたびに精巧なコラだと思う。何回見ても人選意味わからなくてコラにしか見えないし発案者の頭が心配になる。最近の。これ好き。かわいい。これは公式でいいのだろうか。日清とのコラボでハングリーデイズ。現物持っててスレ立てしてるの見たことあるやつ。手前のルフィのパチモン感よ。黒ひげ危機一発なのにティーチじゃないの。絵柄的にだいぶ初期っぽいし。背景とかどういう感情なのか全くわからんやつ。スピンオフだけど、ダメなら消してもらって構わない。黒注意。チョッパーハム。モアのコラボ。このセンスマジで好き。ほら見ろ。ラッキールーだ。この釣り堀クロコダイルも釣れるしマジでなんなの。いつ見ても笑ってしまう。これ吐くくらい大爆笑した。ありがとう。47都道府県コラボの七部会は全員様子がおかしくて好き。煮込まれてるエース。右上と左上、あと労働した眠いのか。作者公認でこれ。この後めちゃくちゃ構文を知ってる小田線。引き出しが多すぎる。ワンパワーをダッチ公認でトンチキが多いから面白い。ワロタ。だったらわざわざ入れ墨があるローを起用しなくても、と思うけどロー愛者だもんな。指を曲げてデスの入れ墨をイートにしてるのを見た時はゲラゲラ笑った。これ考えた人天才だと思う。暴君ハバネロー。商品名では耐えたが右下のシャカシャカシャンブルズで耐えられなかった。いつもの鍋つかみ貼っとくか。ローが公式でアホみたいに使い倒されてるの見るとワンパって正しいなって思う。コラボのためにわざわざ書き下ろしてるの荒巻生える。怖い。でかい声出た。グラコレ。一発画像を放つと他もキリがなくなると聞く。空島は兵庫にあった。この体勢でイメトレさせてるの笑う。キングかしこまり。最近見たこれ。スネ毛もしっかり描いてあるの好き。ふと冷静になってなんでローってこんなにいじっていいキャラになってるんだろうな。と思う瞬間があるがトンチキグッズがいちいちぶっ飛んでるのですぐに冷静さを欠いて笑ってしまう。優しい世界。ルフィの手は背中に回す感じになってるんだろうか草。これ何のやつだっけ。正月スペシャルみたいなやつだっけ。ゲームのオープニングムービー。ギャンブルにはまってしまったぞろ。貴重な資料です。あお。公式画像というかグッズだけどご当地ものはどうしてそうなった系が多くて好き。でも結構かっこいいなそれ。すごくいいシーンなんだけどよ。エースは、ハゲなんだろ。ローは確か極楽湯とコラボした時はさすがにチョッパーガードできなくて入れ墨消されてたな。公式じゃなかったら炎上してたぞ。チキンタツタッター。ただタツタ食いに来ただけの男好き。マック店員に膝をつかされてるのシュールすぎて笑う。帽子を回すやつ。なんかシュールですんってなった記憶。結構使い勝手良さそうなのも含めて笑う。だってよ。チャルメラおじさん。腕が。これ両翼のも見たことあるかわいいよな。どっちも似合うよね。フェイスパック。笑っちゃって鼻水出た。パック系は何とも言えない面白さがあるよね。笑っちゃ悪いと思うんだけど、すごい顔してんな。うどんの自流っていうかおにぎり食ってるやつがいるんすがね。自流だから天ぷら大盛りカスタマイズしてもいいし、うどん屋でおにぎり食ってもいいんだ。これのルッチーまだかつてない表情でうどん眺めてるのがじわる。とりあえず誰かスモーカーに釜揚げうどんの食い方教えてやれ。なんかそういうのあったかなと探したらトランプが出てきた。画像のメンツは見た瞬間なぜか笑ってしまった人たち。ダンバトの41歳。これ狂おしいほど好き。フランキーと肩を並べられるぐらいの変態コーデじゃねえか。マリモゾロくらいしか思いつかねえ。赤髪のシャンクス。チキンレース。今のところフランキーと41歳がギリギリ攻めてるな。変態的ファッションで。さすが歴史が長いだけあってトンチキ画像も豊富、と思ったけど意外と近年ワンピ基準のやつが多いな。ワンピースはコラボなら好き勝手やっていいって決まりでもあんのか。コラボなんてこんなもんよ。ヒデさんや赤い彗星の仕事ぶりを見ろ。ヒデさんは全部選んできただけだから、ワンピもそうだね。赤い彗星はどうなんだろ。エヴァもコラボはあんのは関わっていなくて延々とトンチキ企画が生み出されたし割とあるあるなのかも。同じジャンプで鬼滅も好き放題やってたしな。SBS 見るとわかるけど、作者が基本許すからな。キャラをエロい目で見ても OK。だから薄い本やグッズも全然こうはねえ状態。マウスパッドもノリノリみたいだし。それはそれとして、作品はあくまで少年漫画なので女性の意見はつかない。擬人化とか変な方向には媚びない模様。スネ毛もバンバン描いていくぜ。トンチキ多すぎるさすが長期連載。ニコミエースはインペルダウンにぶち込まれた時の消毒ワンショットだろもう。
でもあそこ、能力者はみんな回廊せっかけられるから演出界のエースだろうと苦しいはずだよな。黒子と同じく、無表情で突破したらしいけど。帰ってこいこいき。シャカシャカシャンブルズで負けた。エロスライムほんと草。おっぱいマウスパッドって公式ネタだったのか。ジャンプ本誌で一番笑った公式コラだった。あれ下手すると10年ぐらい前なんだよな。ちょっまるり半蔵とかいう悪質なコラみたいな名前のキャラ好き。ちょこちょこ挟まれる小池があまりにもノイズすぎる。小池が公式画像としてありならいくらでも出てくるだろ。お前ら新型コロナウイルスって知ってるか。小田さんが直接書いてないスピンオフまで入れたら何でもありな気がする。エロスライムで笑った。ガタロウのやつ。ずっと耐えてたのに楽しそうなアーロンクリークルフィーで笑っちゃった。ひとつなぎの平和やね。ゾロのもうすぐつくは作中で言わなさそうすぎて笑った。ゾロって方向音痴の自覚ないどころかむしろなぜか自信持ってるからこういうこと言うと思う。全然つかないだけで。ゾロはむしろ言いそうだけどな。問題は言いながらいつまで経ってもつかないこと。コンテンツが巨大になりすぎて、結果トンチキなボケも大量に出力されてる部分はあると思うけど、それにしたってドラゴンボールもナルトもここまでではないからな。モコモコルームソックスかわいい。ワポルナダレは麦わらたちの仕業だ。アミオリだと邪悪に笑うルフィとサンジがぴょんぴょん跳ねてナダレが引き起こされたイメージが入る。ワンピス機で真面目なクライアントは大体思んないから、こういうぶっ飛んだやつ出す方がネタにしやすいんだわな。電通や博報堂の栄養とかプランナー、大体ワンピ読んでねえからネタの境界線わからずに。コラボの時も半声持ってきてこれで売れますとか言うしっていう愚痴。目覚ましじゃんけんポン、俺はパーを出したぞ、シャンクス、ありがとうございました。どうしようもなく過酷な世界観だけど、公式コラボ出て君方幸せそうな光景がすごく好きなんだ。